村長ミュージックスタジオはいみなさんこんにちは村長です、えー、今日お説明するソフトウェアは ERA シリーズといいましてふんだんな特許技術を今出願中らしいんですけれどもいわゆるサウンドリペアツール というものになってまして、えー、5つ6つのソフトウェアから成り立っています、えー、今回のテーマはですね、えー、リバーブのかかりすぎたものを取るということです、えー、リバーブを、うん、まあ、今日の、えー、サンプルは、えー、先日レコハズライブをしました東谷さんの音源を少しお借りするんですが、えー、まず聞いてみてください 欲しかったものだよ夜になるとやってくるはいえー、とまあこれだけを聞くとリバーブ深めですよね、えー、そしてでも楽曲の中では、えー、これで成り立っているわけなんですけれども、えー、まあ他の応用例としましてはあビデオを体育館のライブを撮影に行く 体育館っていうのはご存知の通りとってもですね反響が大きくてお風呂に入ったようなリバーブに聞こえたりします音響をする時もリバーブというのはほとんどかけることがありませんそうでないともう本当にワン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 してですね聞き取りにくい音楽になったりしますそしてそういうことを前提にリバーブをまず

ただし今度はですねその次にボーカルレベラーというものを準備しましたこれはですねボーカルの声を一定にするということで今ですね「欲しかった」みたいにちょっと協調がこのリバーブを取ることによってですね強弱がすごく目立った感じがしました そういう時に使うのがこのボーカルレベラーです。ちょっと聞いてみてください。今スイッチオンします。えここに絵がありますように黄色いところが足したところなんですね。えー、元の音にこうやって黄色いこんだけ音,音量を足しましたよ。 というツールなんですが、えー、今度違うところを聞いてみてください、えー、息継ぎが今度は派手に目立つようになってしまいました耳ざわりなほどとこ吸ってるわけなんですけれども、えー、これを除去するのが今度はですね これは昔からあるソフトウェアなんですが一番右側これは Waves のディブレスといっていわゆるブレスを自動で除去してくれたり除去もしくは小さくしてくれたりするソフトウェアです。 「やってくる白い影が欲しかったものだよ」「夜になるとやってくる」「白いの、えー、この白い帯のところがブレスなんですね「ブレスだけ」を聞くということもできます。 <laughs> はい。はい、えー。このようにですね、えー、本来あの仕事の時はもっともっと細かいところまであの見ていくわけです。そして、えー、少し今の場合でも。 高音がが大きくななったような気がします、えー、そういうのもイコライダーなんかを使って、えー、音を整えていくいわゆる「サウンドリペアツール、えー、村長スタジオ」では「えー、村長サウンドリペアスタジオ」ということで、えー、特化したですね、えー、音の微調整であったりとか修復であったりとか、うん、そういうのをどこよりも こう技術を上げていきたいと思って頑張っているわけです。そういうことで今日は最新のですね ER、A、シリーズを使ってボーカルをこう修復するという技術を少し皆さんにご紹介しました。村長でした。